コロンボ！はい、コロボさんです。皆さん、このキャラクター見たことないですか？真っ黒な体に、でっかい目、そして、恐ろしい歯。こいつはカトゥーンキャットという恐ろしい化け物です。今日はですね、この恐ろしいカトゥーンキャットに会いに行きたいと思います。会いに行きたいと思います。それでは行ってみよう。レッツゴー！めちゃめちゃ明るい音楽ですね、なんか。はい。まあ、じゃあ始まりました。カトゥーンキャット。まずはですね、このカトゥーンキャットが、一体どんな生物なのかを、ちょっとね、調べてみましたんで、それをちょっとまず確認してみましょう。はい。カトゥーンキャット。トレバー・ヘンダーソン氏がデザインしたキャラクター。このトレバー・ヘンダーソンっていうのは、カナダのこのホラー、クリエイターみたいな、ホラーアニメーターみたいな人で、そういうホラーのモンスターをデザインする人ですね。サイレントヘッドとかも、サイレンヘッドもこの人がデザインしたキャラクターになってますね。読んでいきますよ。1930年代のアメリカアニメ風の白い手袋をつけた黒猫の姿をしている。笑みを浮かべたような口からむき出しになっている歯は人間のそれであり、血まみれ、灰色、鼻はあまり目立たない。また足は鋭い棒状になっている。性別はオスらしい。基本的に廃墟やダートモールに生息しており、人間を見ると襲いかかり食べたり殺したりするという凶暴な習性がある。襲う理由としては食欲もそうだが、快楽目的の方が大きいとのこと。なんて恐ろしい化け物なんだこいつは。やばそうですね。今日はね、このカトゥーンキャットコロンボさんがどう料理するのか、ぜひ見ててください。コロンボさんがカトゥーンキャットをうまく戯れることができていたら、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは早速ゲームプレイしていきましょう。ていうか、ナイトメアモードっていうのがありますね。ちょっと気になりますけど、とりあえず普通にゲームをスタートします。ああ、コントロール。まあ、いつもの感じですね。やばいっすね。隠れたりしなきゃいけないっぽいですね、どうやら。任せときなさい。しゃがむ、フラッシュライト。あと、インタラクトね。オッケー、任せといて。いきます。Why do I keep going stuff like this? なぜこんなことをしなきゃいけないんだ ?It's 2 no 3 in the morning. 正直疲れたよ、みたいな。Whatever pays the bill, I guess. あ、このボロボロの家は掃除が必要だみたいな、そういう仕事をしてるっぽいですね、どうやら。ただ、仕事をして、ただお金をもらって、そして眠る。だいぶ疲れてますね、この人は。I just tried. マジで疲れてるみたいです。仕事変えた方がいいと思います、コロモさんは。どんな仕事？まあ、掃除する仕事っぽいですね、どうやら。なんでこんなことをしてるんだ。めちゃめちゃ疑問に思ってるっぽいですね、自分の仕事を。ちょっとこれ、あ！始まりましたね。久々だな、こういう PC のホラーゲーム。あ、Create by M36 Games ってとこが作ったっぽいですね。ちょっとこれは期待できそうですね。Create by と、あ、さっき言った人ですね。トレバー・ヘンダーソンっていうキャラクターに基づいて作られたゲームですよ、と。カトゥーンキャッツ。さっきやらして。あ、目的、ロックか。インアットザブレイクルーム。ロックしろだって、壊れた部屋を。かな？よくわかんねえや。ちょっと暗すぎるんでライトをつけます。おー、明るくなったね。いいじゃん、いいじゃん。ちょっとね、コロンボさんずっとポピープレイタイムばっかりだったんで、ちょっと久々にね、こういうゲームをちょっとやりたいと思いますので、皆さん、よかったら見ててくださいね。この、主人公はどうやらですね、この倉庫を掃除するバイト？仕事？みたいなのをやってるっぽいですね。でもなんかさ、カトゥーンキャットはどうやら、こういう倉庫とか、
この朽ち果てた廃墟みたいなとか古い倉庫に出るみたいだから、ちょっと主人公さんこれ危ないんじゃない？あ、こっち行けないや。じゃあっちでいいのかな？ここでいいのかな？あー、行けますね。ほら、ウェアハウス。何これ？何これ？パソコンのつもりなのこれ。恐らく、待って、これ怖すぎるでしょ、これパソコンだとしたら。楽しいな。ちょっとさ、目的忘れちゃったんだけど。まあいいや。あー、なんか掃除しろって書いてあった。ロックしろ。ロックしろって書いてあったよね。あ、ロッカールームかな？何すればいいの？ちょっと忘れちゃった。もう一回見せてほしいな。あ、あ、ロックイン。クロックイン。あ、クロックってあれだわ。タイムカードを押す的な感じかな？オッケー。キータッチは、あれですね、コロンボさんより早いですね。あ、ピックアップボックスインウェアハウス。箱を、ウェアハウスってなんだろうね。倉庫のことかな？あー、ちょっと待って。誰が置いたんですか、この箱。一個だけ開けられた。よくわかんねえな。ん？これなんかもうちょっと、何個拾う？あ、あるあるある。絶対、あ、あるね、いっぱい。何の荷物なのこれ。大丈夫？バナナとか？大丈夫？こんなにさ、一度に、うわー！何か割れた音しましたよ。壊れちゃうんじゃないの？電球が。間違った、あ、何が割れたんだ一体。まあいいや。大丈夫か？この調子だとコロンボさん。ちょっと、あ、終わったっぽい。ゲッターマップ。クローゼットにあるマップを拾えだって。どこだ？どこのクローゼットだ？この辺かな？あ、あるある、ほら。ちゃんと、いけると。誰かの部屋で。ジョイターズ。クローゼット。閉まってるんじゃない？これ、フロン。内側から閉まってるって。鍵を探せってことか。なんかありますよ。何これ？あ、鍵だわ。鍵だわ。バナナの房かと思ったわ。違ったわ。オッケー。じゃあ、もらいます。オッケー。これで、いけるじゃん。いろんなところに。なになに？何の音？気持ち悪い音したぞ、今。なんか、ぐちゃぐちゃみたいな。うっ！ちょっと電気。しっかりして。あ、つかないやん。ついてはいるが、頼りないぞ、電気が。ちょっと出たくないけど行くしかないな。男コロンボ、行きます。カモン！来いよ。猫野郎がよ。コロンボさんに勝てると思うなよ。これはちょっと怖いですね。メンテナンスルーム来たわ。あ、ドライバーが存在に置かれてるわ。ちょっとこれは、工場内に置いてはちょっと、これはちょっとダメですね。ドライバーをしっかりと元の場所に戻さないっていうのは。はい、もらいます。オッケー。ドライバーで行く場所だから、こじ開け、前、さっきも言ったように、なんかこじ開けるんだと思うんだけど、あ、ここちょっとさ、怪しくない？これ。あ、そうだ。これだわ、ダクト。なんでこのとこ行く必要があるの？あ、そっか。内側から鍵が閉まってたから、こっから行かねえといけないよ、みたいな感じだわ、多分。ちょっと、ライトがつかないやん、ライトが。ね、ちょっと、怖い。あ、ついた。え、ついてない。まあ、いいや。はーれれれ。ちょっと危険な匂いが漂ってきましたね。ここがおそらく、あれだわ。この、閉まってた場所。あー、ちょっと待って。ポーキーゲットだわ。あ、新しい。モップね。マップじゃなくて、モップを取ってきたんだわ。じゃあ、倉庫内をこのモップで片付けます。しっかりとお仕事しましょう。お仕事。お仕事しなきゃね。おい！ふっ！なんだ？誰かが。ゲームオーバー？どういうこと？やられたわ。普通に。ちょっと待って。え？ What the elevator is broken? What the elevator is broken? なんでエレベーターがぶっ壊れたんだ？two grab three wire。え、ちょっと、いろいろちょっとあるんだけど、まずさ、このエレベーターを直すスキーがこの人にあるわけ。それはちょっと褒めないとね。現れたねっていうか、カトゥーンキャット。
ちょっとあまりに急な登場だったんでね、心の準備も何もできてなかったんですが、ワイヤー、そんなさ、エレベーターを直すワイヤーなんてさ、ある？あ、あるわ。あります。はい。ただのなんか、水道のホースに見えてしまうのはコロンボさんだけでしょうか。まあいいや。はい、オッケー。あと二つですね。いやー、しかしこんなさ、大量のバナナを仕入れてさ、果たして売れるかだよね。それなりに需要はね、やっぱあるだろうけどさ、ちょっと、この倉庫管理してるね、事業主はちょっと考え直した方がいい。おい！やめろ！あれ？来る？もしかして。やられました。ちょっと待って、これさ、そういえば隠れたりするアクションあったよね。あー、また集めないと。困ったな、結構難しいぞ、これ。隠れると言ってもさ、隠れる場所がないんですが？これさ、テーブルの下に潜れるみたいなこと書いてあった。あー、潜れますね。なるほどね。あとなんだっけ、バスルームに隠れられるよみたいなこと書いてあったけどさ、バスルームなくない？なんか。コロンボさんの読み間違いなんかな、ただの。まあ、とりあえず逃げて、机の下に隠れましょう。ここ来るよ、多分。ほら！あー、来るね。オッケーオッケー。怖い、音が、行かれてる、音が。ちょっとここに逃げて、あ、ちょっと待って、え？ちょっと待って、ちょっと待って、やばい。大丈夫？ここ大丈夫？音怖いよ、音が！うわあ！いるやばい電気消す、電気消す、やばーい、早くどっか行って、え、うわあ、いるいや、いるけど、ちょっと待って、すいません、カトゥーンキャットさん、やるならやってほしいんですが、ちょっと、どうしました？うわあ！え？ちょっと待って。なんですっかかるの、その場所に、ちょっと後にも先にも行けないんですが、コロンボさんも。あー、はい。そんな意味わからない場所で引っかかってるようじゃね、ちょっとこのコロンボさんを、倒すことはできませんよ。まあ、やられてるんだけどさ。もしこっちにまたリスポーンしてたら、ワイヤーが。多分、あー、リスポーンしてないね。っていうことは、今ね、二つゲットしてるから、あと二つゲットすればいいんだわ。それにしても隠れられる場所がちょっと少なすぎて、ちょっと意味がわからないんだよな。はい、行きます来ます、彼が来ます、彼が。はい、来ました。音がうるさいです。ちょっと音うるさすぎるんですが、バスルーム。ここにはないか。ここにか、ああ！早い。めちゃめちゃ早いわ、温度は。ちょっと難しすぎますよ。大丈夫か？コロボさん、いけるか？とにかく奥の部屋に行かないと多分、拉致が開かないんで、なんとかちょっと、頑張ります。ゴー！はい、来ましたと。なんでいなくなってくれないんだよなぁ、こいつ。ずっとそこに居続けちゃうとさ、ちょっとそれはちょっと困りますよ。こっちに、あ、います。で、すぐ逃げて、え、何匹もいるやん。ちょっとやり方わからないんですけど。おいコロボさん積んだか、これ。さては、ちょっとね、やり方をちょっと見つけます、一旦。よっしゃ、多分分かった。多分分かったよ。ダクトを通って巻いて奥の部屋に行くんだわ。多分行きますよ。よし。はい、ここは安定のダッシュ。超ダッシュ。50メートル13秒の力を思う存分見せてあげましょう。はい、オッケー。はい、この音はもう聞き気しない。もうね、心地いいヒーリングミュージックみたいなもんですよ。コロンボさんにとっては。だってめちゃめちゃ聞いてきたからね。この音楽を聴きながら朝目覚めてよ。はい、もうずっと走ります。ここを入ります。ここ。ここね。隠れても仕方ありません。こっちです。すぐ、このダクトに入ります。ダクトに、こう、スッと行く。はい、行きます。そうすると、はい、来てますね。危ないです。危ない。で、こう来てる時に、もう、こう行きますと。
あいつはすぐ来ます、行きますよ。はい、来ました。ガチャって音が。はい、来ました。はい、来てます、来てます。そのまま、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。ダッシュして、奥の部屋に行きます。行け、行け、行け、行け。間に合うか。間に合え。こー。行け。よしよしよし。オッケーオッケー。はい、取って、取って、取って。隠れて、隠れて、隠れて。オッケー。はっ。まあ、捕まりましたけど、捕まりましたよ。確かに捕まりました。でも、ワイヤーはゲットしました。完璧です。これはだから骨を立たせて肉を立つ。肉を立たせて骨を立つみたいなもんですわ、だから。結局勝てばいいんです。勝てば。これがコロンボ流なんです。でもほら、3つゲットしたってことは？はい。ああ、いけますね。エレベーター呼びました。何の疑問も思わないのか、この主人公は。自分が、どうやってこれを直したのか、どうやってワイヤーを集め、お？なんだなんだなんだ？何の音？え？待って、何の音？ちょっと待って。なんだ？なんだなんだ？めっちゃ不気味な、あ！何が起こった？不気味な音したけど？カトゥーン、キャッツ。え？え？ちょっと待って。終わった？あ、終わったわ。いや、ちょ。終わり方がちょっと謎すぎるんですけど。Thank you for playing. Thank you. じゃねえよ。もっと楽しませて。こっからでしょ。エレベーターを直して。帰り道を確保して。掃除を しつつ、カトゥーンキャットから逃げて、終わると。違います。これが終わりです。はい。どうでしたでしょうかね、皆さん。カトゥーンキャット。こんな恐ろしい化け物に、ね、会いたくないなら、皆さん、廃墟、あるいは夜の倉庫なんかには、絶対に行っちゃいけませんよ。カトゥーンキャットに襲われた時はとにかく逃げてください。ハギワギと同じです。はい、じゃあカトゥーンキャットがねめちゃめちゃ怖かったよと思ったらぜひコメントといいねもよろしくお願いします。それではコロンボさんでした。また会いましょう。ココココロンボ。